ハワイの情報発信ヘネオチャンネル。今回は宿泊先のアラマーナホテルの36階高層階でワイキキや周辺エリアの景色を見ながらディナーが楽しめるザ・シグネチャープライムステーキ&シーフードのハッピーアワーに行ってきました。雰囲気、スタッフの方、料理、どれをとっても非常に高級感のあるレストランでした。お得なハッピーアワーの食事メニューもすべてまとめてます。ぜひ最後までご覧くださいませ。別の日で夜に撮影した動画になります。右にアップルストアがあります。アラモアナセンター2階でメイシーズに向かっているところです。こちらがメイシーズです。店内に入って通り抜けた方が近道なので店内を通っています。真向かいの出口を目指しています。フロアは2階のままです。他の階にいる場合はメイシーズでエスカレーターがあるんで2階に行きましょう。こちらから出ていきます。メイシーズの建物がこちらです。先ほどの出口を出てまっすぐ進みます。暗くて見えづらいんですけど、この突き当たりがもうホテルになってます。撮影したのが夜の8時頃で、この道はホテルの利用者も多く通るので滞在中に危険な感じは全然ありませんでした。ここからスロープになっていてホテルの2階とつながっています。ちなみにこちらは夜中は使用できません。別の場所からキーを使って出入りはできます。昼間に撮影したものがこちらです。先ほど出てきた場所と同じです。こちらがスロープの場所になります。あとこちらがアラモアナホテルです。シグネチャーには1階に専用エレベーターがあるのでそちらを利用しましょう。エレベーターを出るとすぐ入り口があります。そこで受付をして、空いていればすぐに案内してもらいます。周りの景色の凄さに圧倒されました。10月で16時半の入店でしたが、夕日に映る綺麗なワイキキを一望できます。それではメニューを紹介していきます。シグネチャーはハッピーアワー限定のスペシャルメニューがあります。シグネチャーステーキ、こちらリブアイとニューヨーク選べて12オンス 340g あって、マッシュポテトかサラダを追加する場合は5ドルかかるんですが、こちら25ドル95セントです。で次、寿司ロール、カリフォルニアロールかスパイシーツナ、それぞれ選べるんですけど、こちらは 15.95 ドルでした。3つ目がシグネチャーロコモコ、10オンスのビーフパティ、10オンスは 280g でロブスターのグレイビーソースで白米と卵がついて14ドル95セントです。こちら通常メニューなんですが、通常メニューにもハッピーアワーの価格があります。ハッピーアワーの時間帯がまずこちらです。夕方の4時半から6時半まで、土日関係なくやってます。ちなみに我々が行った日も日曜日で、その日もハッピーアワーはやってました。どのメニューも3割ほどお得になっています。特に1000から上はハッピーアワーで 50% オフの価格になります。こちらもぜひチェックしてみてください。今回は上からメニューをすべてチェックしていきたいと思います。こちらは2023年10月の情報なので、行かれた際は内容金額が変わっている場合があります。あらかじめご了承ください。メニューに画像がいないために、知らない言葉はネットで調べたものになるので、参考程度で聞いていただければと思います。上からアヒタータレ、タータルっていうのはタルタルのことだそうです。現地で見ても、え、何タータレってなるかもしれないんで、ぜひ覚えておいてください。次にスパイシーネギトロが12ドル。シーフードトリオ、これはカキ、エビ、マグロの刺身がついて11ドル。で、ステーキタルタル、こちらが 9.5 ドル。プライムトリュフミートボール、こちらが10ドル。ニュージーランド産のスモークサーモンのスプレッド、こちらが9ドル。アボガドのクロスティーニが9ドル。クロスティーニっていうのは小さいトーストとかパンっていう、パン料理っていう意味だそうです。次にステーキスライダーズ 7.5 ドル。スライダーズっていうのは他のお店でも見かけるんですけど、小さいハンバーガーになります。
で、ステーキチップス9ドル。ステーキチップスは日本でいうサイコロステーキみたいな感じだと思います。アルティメットチーズバーが12ドル。アルティメットっていうのは究極のっていう日本語なんで、むちゃくちゃ気になります。次回行った際はこの究極のチーズバーが食べたいと思います。線から下の方を見ていきます。こちらもハッピーアワーの対象で3割ほどお得になっています。まずシーフードタワーが 89.95 ドル。なんかすごそうですよね。牡蠣は DZ はダースなので2分の1ダース。6個で 18.5 ドル。ロックフェラーっていうのは味付けの方法、グリルで料理した牡蠣になります。牡蠣フライも 18.5 ドル。このシースキャルプスっていうのはホタテです。16.95 ドル。アヒ、マグロの刺身が 18.5 ドル。アヒポケが 17.95 ドル。クリスピーフライドカラマリ 15.95 ドル。カラマリっていうのはイカで、イカのカリカリフライっていうメニューです。タコスは2種類、魚と肉があります。11.95 ドル。ステーキサラダが 13.95 ドル、シグネチャーグリーンサラダ 8.95 ドルで、これサイズわからないんですけど、価格としてはすごいお手頃です。次、私読めなかったんですけど、これカルパッチョっていう意味なんで、ビーフカルパッチョ 14.95 ドルで、セズリングステーキが 16.95 ドル、フライドマッシュルームが 11.95 ドル、まんまなんですけどシーシートが 10.95 ドル。次のマックっていうのはマカロニのことです。マカロニ&チーズが 11.95 ドル。アソーティッドはアソートっていう意味合いなので、チーズの盛り合わせ 13.95 ドル。ブッダータ、ちょっと読みにくいんですけど、巾着状になったチーズの料理です。17.95 ドル。ゴート、ヤギ、タルティーヌっていうのはスライスしたパンに食材を乗せるっていう意味なので、ヤギのチーズを使ったプチリッツパーティーみたいな感じだと思います。12.95 ドル。ブルスケッタ、9.5 ドル。おつまみや前菜に出る料理で、小さいピザみたいな感じです。トリュフガーリックフライが 11.95 ドル。見たわけではありませんけど、トリュフとニンニクの効いたフライドポテトだと思います。ポテトグラタン 8.5 ドル。こちらは注文したので後でご覧いただけます。スパイシーガーリック枝豆 8.95 ドル。枝豆ですね。バッファロージャンボシュリンプが 15.5 ドル。バッファローシュリンプっていうのは見た目がエビチリで、チリの代わりにバターやタバスコを使った料理だそうです。カニとエビのマッシュルーム詰めが 14.5 ドル。おそらくですけど、マッシュルームの傘の中にカニとエビが詰められた料理だと思います。ソフトシェルクラブ 16.95 ドル。柔らかいカニをそのまま食べれます。デザートオブザデイ 9.5 ドル。本日のデザートです。一品だけデザートでした。こちらも次回ちょっと面白そうなので頼んでみたいと思います。食事メニューは以上になります。食事メニューの下がドリンクになります。こちらはワイン、赤と白とスパークリング、ボトルでなくてグラスになります。1割から3割ほど、こちらも割引になります。残りはビールとカクテルになります。ビールは日本のビールも含めてどれも 6.5 ドル、カクテルは 11.95 ドルでした。初めての来店だったので、ロコモコと通常メニューからポテトグラタン、ビールを2杯注文しました。こちらビールが 6.5 ドル、 6.5 ドルです。開店15分、4時45分ぐらいなんですけど、もうすでにお客さんもいっぱいです。これ食わないとやっぱ無理。こんな感じですごいバスが通ってたりとか、全体的な雰囲気がご覧いただけます。ダイヤモンドヘッドも見えます。
と向こう側です。向こうまで海がすごいけど、ではロコモコいただきたいと思います。ソースの味は薄めなんですけど、しっかりしていて濃すぎることはないです。ハンバーグもすごい柔らかくて、お肉の味がすごいしっかりついていて美味しいです。ロコモコの味が濃いなと思ってる人らにはすごい食べやすいロコモコだと思います。すぐに店内がいっぱいになってて、予約なしで来たんですけど、16時半であればすぐ案内してもらいました。本当に美味しいです。他のサイトとかで見たんですけど、夏場に比べるとちょっと値段が下がってると思います。だいたい 2,3 割程度値段が上がってると思います。あ、このシャツですか。田原です。ノードストロームバッグで20ドルぐらいで売ってたんです。こんな感じで程よく夕日が沈んでいってるような雰囲気が出ています。では注文したポテトグラタンをいただきます。すごい濃厚、ポテトの味はしっかりついてるんですけど、ソースがすごい、塩加減とガーリックとか、色合いは、ロコモコと同じ感じなんですけど、より一層ガーリックが強い感じで、すごい美味しいです。美味しいね。高級なお味です。わかる。他にもメニューはいっぱいあるんですけど、今日はお昼結構食べ過ぎたんで、もう本当に軽めのメニューでハッピーパワーを済ましたいと思います。今回オーダーしたのはビール 6.5 ドルが2杯、ロコモコ 13.95 ドル、ポテトグラタンが 8.5 ドル、税込みで 37.12 ドルでした。で、こちらにチップ 20% をつけて 7.09 ドル。で、合計で44ドル21セントでした。こんだけ高級感のある場所で景色も良くてこのお値段だったんで、非常にお得かなと思います。今回行って感じたことです。行きたい方は事前に予約をやはりした方がいいと思います。ホームページから、オープンテーブルにつながってて、そこから予約できるみたいです。予約が難しい方は開店後すぐに行ってください。16時半からです。それであれば予約なくてもすぐに席に案内してもらえました。エレベーターの混雑に注意。1階から直接36階に向かう専用エレベーターが16時頃からあるみたいなんですけど、そこで、待たされる場合があるので、その時点で、順番が遅れる可能性があります。
あとドレスコードがあります。今回私がそうだったんですけど、帽子をかぶってると外しなさいっていう風に言われますので、そちらお気をつけください。最後に、今回座っている席からは方角的にサンセット、日が沈むのは見れません。サンセットが見える席っていうのは予約すればそういうテーブル席であるみたいなので、予約時とかにリクエストをしたら見れるかもしれませんので、そちらでチャレンジしてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。ヘネオチャンネルではこれからもハワイ情報を配信してまいります。今回の動画が参考になった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。インスタグラムでもハワイの体験や役立つ情報を投稿しております。皆様のハワイ旅に活用いただけると思います。ヘネオチャンネルと合わせてご覧くださいませ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。